そんな。にしし、どうだ。苦労したぜ、ここまで操るのは。なんということでしょう。当初優勝候補だと思われていたナルト選手が謎の挑戦者相手にボロボロです。会場が静まり返ってますね。戸惑っているのでしょう。突然現れたおかしな輩が会場全体から不満や非難を受けたにもかかわらず善戦したのですから、正直予想外のことに驚きと、そして関心を示しているのです。なるほど。だがまだ負けていない。まだ来るか。何度でもやってやるってばよ。俺はみんなから認められた存在だ。そんな俺が。みんな、それってば今でも言えるか。何？シャンナラー頑張れー。ナル…じゃなかった、メカナルト。メカナルト、僕は応援してるぞ。頑張ってメカナルト君。行け、ナルトなんてぶっ倒しちゃいなさい。へへ、お前の応援だけじゃなくなったな。そんな、俺は渦巻きナルトだぞ。みんなから認められていたはずだ。どんなに苦しい状況でも努力すれば道は開く。このまま俺が勝てばお前への歓声は俺にもっと傾くかもな。さあ続きをやろうぜ。体が言うことを。このままでは。そうか、まだあの手が残ってるじゃないか。うん。精神入れ替え。おっと、これは一体。何が起こったのでしょう。わかりません。特に両者の間に変化は見当たりませんが。お、これでよし。うわ、戻った、戻ったってばよ。いてててて。どうやら戻れたようだな。よかった。やっぱ自分の体が最高だな。うん、体中痛いけど。喜ぶのはまだ早いぞ。お前の体はボロボロだ。形勢は逆転だ。それはどうかな。エラズ口を。おっと、一方的な攻撃です。勝負を決めに来ましたね。これは圧倒的。ナルト選手ここまでか。勝負ありだな。勝手に決めつけんじゃねえ。なんとまだ立ち上がります、ナルト選手。すごいですね。彼の持つ諦めないど根性ってやつでしょう。まだまだ俺は負けねえぜ。よっしゃー、やっせー、ナルト。いいぞ、まだいけるぞ。やっちゃいなさい。頑張れナルト君。そんな、また会場か。まだわからねえか。人を動かすのは体じゃねえんだよ。人を動かすのはな、ここなんだよ。くそ。さあ決着つけるぞ、メカナルト。
戦闘開始。いよいよ決勝の後半戦です。どちらも余裕がなくなっているはずです。あとは決勝と言ってもいいでしょう。ナルト選手は先ほどのダメージが心配されますが、返してくるはずです。泣いても笑っても最後の最後、どちらが勝利するかこの目で確かめましょう。最初は完全にナルト選手側だった応援がいくつかはボブボブになっていますね。どちらも素晴らしい戦いをしていますから、それに観衆が応えたのでしょう。観衆を巻き込んだ大決勝戦、どちらが勝利するのでしょうか。二重だな。ウルトラ、いろいろ託されてるもんがあっから失敗はしねえ。パワーダウン、勝負あり。やったぜ。ぐ、俺が負けたのか。お前は焦りすぎなんだってばよ。お、お前は説教か。お前の説教など聞かんぞ。そう言うなって。ちょっとだけ話を聞いてくれよ。勝手にしろ。どうせ今は動けない。あのさ、俺お前の体になって初めてお前の気持ちが分かったんだ。誰からも認めてもらえない、すげえ寂しい状況をさ。昔の俺も同じような目で見られてたし。でもだからってお前のやり方は間違ってたんだ。俺の体と変わってもそれは解決にはならねえ。結局自分の体で、自分の心で。俺は早くみんなに認めてほしかったんだ。だからそれが待ち、みんなに認められるってのは、とにかく一生懸命努力して少しずつ少しずつ分かってもらえるもんだ。俺もずっと頑張ってやっとここまでみんなに認めてもらえるようになった。お前も俺と同じだったのか。大変だった。でも逃げなくてよかったと俺は思ってる。俺は失敗した。だから一度の失敗じゃねえか。それくらい小さいってばよ。俺とか今まで何度も失敗して何度も怒られた。じゃあ俺もやり直せるか。当たり前だろ。つうか俺の名前を真似てんだから、そんなことで諦めてもらっちゃ困るってばよ。うん、お前が俺の名前を真似たんだ。こうまだ嫌がんのか。俺は譲る気はないぞ。上等だ。ちゃんとお前の記憶が戻ったらその辺はっきりするかもしんねえな。頼む。お前まさか。さてと、そろそろ表彰式かな。割れんばかりの歓声がここ決勝舞台に響き渡っています。歴史に残る素晴らしい戦いでした。これならば最強を名乗ってもおかしくはないでしょう。しかし決勝ではまさかの展開が起こりました。突然の選手交代には
会場全体が動揺し、歓声は一方的になりました。ですが、どちらも予想外に前線する様子を見て、観客の皆様も、そして私たちも声を失い、歴史に残る素晴らしい戦いが繰り広げられました。結果、勝者は渦巻ナルト選手に決まり、その大歓声を一身に浴びています。個人的には対戦相手も称賛したいですね。彼がいなければここまでの感動は生まれなかったでしょう。確かにそうですね。それではメカナルト選手に健闘を称える拍手をお願いします。そしてその激戦で勝利をつかんだ忍界最強の渦巻ナルト選手へ改めておめでとうございます。そしてここで優勝者へ副賞の授与。皆様、今一度大きな拍手を。